はいどうもこんにちは、フーガです。今回はプレイステーション4バージョン陶器伝極み体験版やっていきたいと思います。こちらはね、海外のプレイステーションストアから入れました。まあ、先行配信みたいな感じですかね。まあ、日本で配信されてるかは分かんないんですけど、今現在配信はされていません。はい、じゃあやっていきましょう。調べた結果によりますと、まあ、字幕が英語となっておりまして、ボイスは日本語らしいです。はい、ちょっと英語スキルがない僕にはちょっと厳しいんですけど、これはまあニューゲームしかないですよね。はい、まあ、キャラクターリメイクは端折りましょう。うんあーこれもうアイコン見て決めなきゃ。あ、出るんだ、ちゃんと出るんだ。ね、前回ビータの体験版をやったので違う武器で行ってみたいですよね。何がいいかな、結構多彩ですね。何がいいかな。じゃあこれで分かんない OK。 あ、×があれか、×が選択ね。はいはいはい、これなんだろう。まあいいや、こっちで行ってみよう。身軽そうな、イエス。いやー、×がね、決定ボタンだとその日本のゲームと洋ゲーをそう行き来したりしてると、ちょっとどっちがどっちか分かんなくなっちゃいますよね。あ、ムービーだったあ、すごい、相変わらずムービーが綺麗ですね。本当コエテクモはなんかムービーにすごい人間味があって、すごい綺麗というか和が似合う感じですよね。美人は憂い顔も様になるね。お、日本語ボイスだね、日本語ボイス。数ヶ月前まで飛ばそうはい、あ、ということでグラフィックが進化したぐらいかな。特になんか変わってるってあれもなさそうなんだけど、はしゃります。おっと、始まっちゃった。じゃあこんな感じ、四角で攻撃。あー、でもすごいグラフィックは綺麗になってますね。はい、あー、すごい背景とかやっぱビータと違いますね。操作がわかんない。R1 長押しで出して、はいはいはい、まるで、あらーっちょっと緊急回避みたいな。あれがないとやっていけない。おー、やべやべやべ、うわーだ、あー、やっぱリーチが短いな。いやー、緊急回避がないなと。これお、 R1 を組み合わせて、なるほど、惜しいね。ダッシュ攻撃ね。お、残った残った、三角でこう削って登っていく楽しい、これ。よいしょ、おー、これいけるんじゃね。よしよしよ、落ちちゃった。おっしゃ、やったぜ。ジャンプできない。あ、スタミナがあった、スタミナが。ここへ、よいしょ、ジャンプができないのか。これ三角でこう上がっていくしかないねよいしょよいしょよいしょ、登れない、うまく登れない。あー、緊急回避みたいなのがあってもいいと思うけど、ストライク、よいしょ、あー、ストライクって何？どういうこと？ストライク、ストライク、すごい、さっきからストライクって出てる。どうした？どういうこと？エクセレント、すごい、なんか説明の仕方が、まあ英語ってのもあるんだけど、すごいなんか面白いねゴーストライク、ゴーストライク、何すればいいの？Are we
もう分かんない全然分かんないよ。でもやっぱグラフィックは本当綺麗でしたね。ビータ版とは結構大違いというか、大違いってまあビータを非難する言葉になっちゃいますけど、まあ、すごい綺麗ですよね。来たか、待っていたぞ。なんか新入りというのはお前だな。新キャラだ。俺はヤマト。あれ、この里のものの清美やったよな、ビータ版の。こっちは多かった。よろしく。あー、やっぱこの人可愛いね。ちょっとお姉さんって感じだけど。ナイストゥーミートゥーユー。いい腕をしているそうだな。オカ。お前の家を用意してある。ひとまず荷物を。オカ。心では。可愛いな。罵られたいね。はい。はい。お、あーっと。あーでもあれだね、戦場に行った時の方がグラフィックが綺麗というか。てかこれ外にも出れるんだ。おーっと、群発な、群発な。あ、外に出れたんだね。前ビータ版は出れなかったような気がするんだけど。出れたというか、その存在を知らなかったというか、ミッションをやって終わりっていう感じだけど、まあさすがこの体験版の容量10ギガ以上あるんで、なかなかすごいあれですよね。だから結構体験できるのかなと。長い間主のいなかった家だ。人通り必要なものは揃えたが。おお、はい。もういいのか。もういいです。狩りに行きたいです。も不足。まあさて、なんや。来たか。すまないが一緒に戦の時だ。なんか字幕英語で日本語ボイスってなんか新鮮ですね。なんか変な感じするな。お頭、遅くなりました。はい、雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かって、これよりそういう序盤らしいミッションですね。早速だが、オオカと共に里に迫っていうの。モノノフを。ああ、ダッシュ、ダッシュっていうかあれがついてるよね。いい目だ。我ら鬼を撃つを行け。着任早々すまない。8年前の大この、うん、やっきあいスキップできないね。任務に詳しい話はユウに聞いてくれ。ユウ、まああの子がユウっていうんだね。はじめまして。ユウちゃんはちょっと任務を占領タイプじゃないかな、悪いけど。何時。よし、おっとりお姉さん、おっとりお姉さん。こんにちは。はい、こんにちは。チャプター1、ディフェンスオブアタッ、あ、アタ、アタ、アタカータ、アタカタ。頑張ってください。頑張ります。じゃあ、オーカさんと一緒に、オーカでいいのかな、オーカさんと一緒に狩りに行きましょう。今日はこれでやって終わりにしましょうかね。ここは鬼の、はい、ちょっとまあボス戦も出したかったんですけど、序盤に、まあ、最初にやったんで、まあ、あれでいいかなと。あーすごい、水もまあ綺麗ですね。でも初めて体験版を同じ場所しかやらなかったから、すごい新鮮だね。これは何かな。え、何、え、な、何なの。あ、エリア移動ですね、エリア移動。行くぞ、我ら鬼を撃つ。おー、綺麗だな。いやでも随分変わったな、なんかこう来たことあるね。でもさあ、動画でやったかどうかわかんないけど、来た。ほら、アクションかっこいいな、アクションモーションが。ほら、よいしょ、いいぞいいぞ、岡田さんいいぞ。何その技、かっこいい。なんかね、さっき できないか、まだ。あの右端になんか出てたんですけど、さっきあれが使うとなんかフォークさんにできるのかなと。じゃあ僕こっちやりましょうか。ほら、よいしょ。あれ、あれで全部じゃなかった。鬼のムクロを払うのを忘れるな。R1。ムクロ？ああ、これをやらないと完全に。奴らが奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に帰す。
なるほど。それもモノノフの務めだ。すごいけどめんどくさい、ね、気を散じるな。まだ来るぞ。あー、お祓いができない。お祓いがきちゃう。よし、まあ、大岡さんに任せるか。よいしょ。これを大岡さんに当たってたの。的確な援護だな。ありがとうございます。まあ、こういうことですね。よし、まだいたか。多いな。よし、多いね。ちょっともうちょっと怒ってる大岡さんもかわいい。よっほっ。小回りが効くときはこういうなんか雑魚戦になんか合わないというか、ザクザクできないですね。いやー、よいしょよいしょ。無限ジャンプができるようにしたら。よいしょ。お祓いを、お祓いを。的確な援護だ。よしよしよし。いれ。そう。逃げやがった、逃げやがった。待て。おお、びっくりした。ボスかと思った。いきなりあの画面アップはちょっと怖い。怖い。うん。まあ、はい。何だったんだろうね。終わりか。ちょっと他のマップにも行きたかったけど、今回はこの辺で終わりにしようかな。もしかしたらパート2っていうか後編を出すかもしれません。はい、ボス戦があれだけじゃ頭があれですよね。物足りないですからね。ぜひ後編もお楽しみに。まあできたらやってみたいと思います。はい。モノノフとな。あ、モノノフっていうんだ。そうそうそう、モノノフ。 あ違う。怪物じゃなくて戦う人のことをモノノフっていうのね。多分聞いてなかったから分かんないけど。はい、 A ランクかな、 B ランクかなっていうのは出ない。うん、鬼を撃つわ。誰この人。ちょっとね、分かんないです。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。もしかしたら後編も出すかもしれません。後編はね、ボス戦をやってみたいと思います。はい、まあ、できたらね、はい、やってみたいと思います。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、誰だそれは。